どうなってんねんこりゃ。どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いや皆さん、やはりね、恐れていたことが再び起こってしまいました。僕の家がね、撮っているこちら中国新聞なんですけれども、僕も2日間現地観戦いたしました。第102回日本選手権、こちらの記事なんですよね。ババババーンとあるんですけれども、まあね、エディオン北村歩夢選手 800m 連覇、そしてね、トッパーで、日本新記録を出しました金井選手、そして、まあ、写真はないんですけれども、エディオンということで、100m ハードル、木村選手3位と。そして最後、トリを飾りました、こちら、男子200m、飯塚選手がね、優勝と。まあ、こういった記事載っているんですけれどもね、まあ、最終日、一番ざわつかせたのはですね、男子3000m 障害、こちらだったんじゃないかなと。まあ、5000m も、まあ、トーエネック、服部弾馬選手が初優勝。そして、地元山口、田村和樹選手のね、まあ、4位入賞とね、まあ、盛り上がりはしましたけれども、記録、そしてレースの上では、もう3000m障害、半端なかったなと。しかしですよ、まあ、こちら、まあ、地方紙だから仕方ないのかもしれませんけれども、3000m障害、ここだけです。見えますか？これなんですよ。種目、名前、そして記録のみと。いやー、もうちょっとね、まあ、特に、まあ、ザワチャンネルという意はね、3000m障害推しチャンネルなんで、ここもう少しガーッとね、上げていただきたかったなーっていうのはありますね。まあ、前の日にはね、エディオンの石澤選手が、まあ、競技歴わずかですけれども、初優勝してますんで、まあ、このあたりでもね、ひっくるめてじゃないんですけれども、塩尻選手のこの活躍、構想ぶりをね、もうちょっとこう、取り上げてほしかったな、というところが、まあ、しかも、タイムを見てください。8分29秒14ですよ。30分切っちゃってるんで、この8分29秒っていうのは学生歴代3位のね、本当に大記録なんですよ。その記録をこの日本選手権でペースメーカーもつけずに叩き出して優勝しちゃったというところね、本当にマジ半端ないと思うんですよね。そしてさらに恐ろしいのがこの時の気象条件、ぶっちゃけ、まあ、言った人分かると思うんですけれども、めちゃくちゃ暑かった。この3000m障害をやる前に、オーロラビジョンに、上限がね、出たんですけれども、気温30度、湿度 53% なんで、で、まあ、思い出してほしいのは、去年ね、北連ディスタンスで、3000m障害、末滝博則選手が8分29秒で出して、世界陸上のね、参加標準記録を突破しました。しかし、あの時は、まあ、湿度はちょっとよくわからないんですけれども、気温は25度。そして、フィレモン・キプラガットというペースメーカーがいたんですよね。でも、今回の塩尻選手は、後日ね、このあたりにね、その時のレース動画、実況中継も含めて出しますけれども、終始、先頭を譲らず、自分のペースでこの8分29秒台、叩き出してくると。いや、これね、まあ、もしもですよ、まあ、たられば言っちゃったらキリがないんですけれども、こういった気象条件、なおかつペースメーカーがいたらですよ、我が広島のレジェンド、新宅選手のね、学生記録、8分25秒台を超えてくるのもね、ちょっと夢じゃなかったんじゃないかなと。まあ、塩尻選手もね、言ってたんですよね。やっぱ8分25秒、このタイムをターゲットにしていたと。まあ、おそらく、新宅選手のね、学生記録、そして、順大のレジェンド、まあ、大先輩ですよね。岩水選手が叩き出しました。大会記録の更新。こちらをね、ちょっと頭に入れてたんじゃないかなと。まあ、最後はね、ちょっと垂れてしまったと、コメントでも言っておりましたけれども、十分ね、この可能性ですか、感じられるレース内容だったんじゃないかなと。まあ、その凄さをね、ちょっとね、もうちょっとね、皆さんにね、知っていただきたかったなと。まあ、地方紙のスポーツ欄なんで、まあ、どこまで勝ったっていうのは限界があると思うんですけれども、僕としてはね、やはりこちら、塩尻選手、こんなね、扱いじゃなくてですね、もっとバーンと、塩尻やったみたいなね、16年ぶりの
最強みたいな感じでトップ、飾ってもね、おかしくなかったんじゃないかなというふうに思っております。ほんとね、庄司選手ね、めちゃくちゃ調子いいですからね。まあ 3000m 障害、まあ、この日本選手権出てますけれども、ぶっちゃけて言いますと 5000m、1万メートル、そしてこの 3000m 障害、すべてね、日本選手権の参加標準を切ってます。調べてもらったら分かると思うんですけれども、この3種目で参加標準切ってる選手っていうのは、この塩尻選手ただ一人と、いうことなんですよね。今年はね、大学最上階生なんで、まずは1週間後あります全日本大学駅伝関東予選、まあ、こちらもね、去年ちょっと順天堂大学ね、予選会から苦しい、レースを繰り広げましてね、まあ、なんとか、最終組、まあ、塩尻選手が日本人2位で、栃木選手もね、トップ10に入りまして、まあ、なんとかね、全日本大学駅伝の切符をつかみ取っていますけどね、順天堂大学今年やっぱ注目ですよ。他の選手もね、これはっていう選手やっぱりたくさんいますんで、ぜひとも皆さん大注目で行っていただきたいなと思っております。塩尻和也選手、 3000m 障害優勝おめでとうございました。ゾウチャンネルでした。まあ、ちょっとね、知り合いの方から聞いた話なんですけれども、日本選手権、矢水さんと、そして 1500m、日本記録保持者であります小林さんがね、いらっしゃってたということで、ちょっとね、お会いしたかったなっていうね、気持ちが、ありましたね。小林文和さんとはね、ちょっと一回すれ違ってるんで、さーっと行ってしまったんで、ちょっとね、お声掛けすることができなくて、まあ、次のチャンスに期待して、頑張ってみたいなと思います。